そして後方8番手に4番の松谷、昨日は短期でのかましを狙った高橋風を追走、平原にまくられるも番手から出ていき2着、チャンスへの嗅覚を恐るべし、マークは8番の片寄せ、さあ早くも動いて4番の松谷が先頭に変わってきます。8番の片寄せ、そして2番の平原が3番手に入りまして、5番の中村その後ろマーク、3番の山崎5番手、その後ろが6番の小野、一度下がった9番の秋元は7番手。7番の村上を連れて上がってきます。ジャンマイの2コーナーのカーブ、そして近畿勢を追っては短期の1番の浅井、さあ9番の脇本がやはり先行体制入ってきます。金を迎えて3コーナー、脇本が先頭に立ちました。番手は7番の村上、そして1番の浅井が3番手ですが、その内側に4番の松谷は1車下げて4番手、その通っては2番の平原、最終周回の1コーナーから2コーナー、9番の脇本に対しまして早めのまくりは2番の平原です。乗っていく5番の中村、少し絡まれた。今度は3番の山崎が最終のバックスエッジにまくっていきます。さあ9番の秋元に対して並んでいく2番の平原、3コーナーカーブしていくところ、先頭は2番の平原に代わりまして7番の村上が切り替えている、1番の浅井が3番手。最終コーナーから直線コース、 SQ、S 班の対決になりましたが、最終的には7番の村上と1番の浅井コーター接戦でした。
8番手に4番の松谷、昨日は短期でのかましを狙った高橋風を追走、平原にまくられるも番手から出ていき2着、チャンスへの嗅覚を恐るべし、マークは8番の片寄せ、さあ早くも動いて4番の松谷が先頭に変わってきます。8番の片寄せ、そして2番の平原が3番手に入りまして、5番の中村その後ろマーク、3番の山崎5番手、その後ろが6番の小野、一度下がった9番の秋元は7番手、7番の村上を連れて上がってきます。ジャン前の2コーナーのカーブ、そして近畿勢を追っては短期の1番の浅井、さあ9番の脇本がやはり先行体制入ってきます。金を迎えて3コーナー、脇本が先頭に立ちました。番手は7番の村上、そして1番の浅井が3番手ですが、その内側に4番の松谷は1車下げて4番手、その外を通っては2番の平原、最終周回の1コーナーから2コーナー、9番の脇本に対しまして早めのまくりは2番の平原です。乗っていく5番の中村、少し絡まれた。さあ今度は3番の山崎が最終のバックスエッジにまくってきます。さあ9番の脇本に対して並んでいく2番の平原、3コーナーカーブしていくところ、先頭は2番の平原に変わりまして7番の村上が切り替えている。1番の浅井が3番手、最終コーナーから直線コース、 SQ、S 班の対決になりましたが、最終的には7番の村上と1番の浅井コーター、接戦でした。